はい。まずですね、とにかく9月2日のテストで点を取ってもらったらもう今年の夏は良かったということになるんでですね。まあ、検問集計したら検問集良かったらそれでいいということになるんで、まあ、結果が全てですから、とにかく。世の中の評価は。俺はみんなが頑張るのはある程度認めちゃうんですよ。はい。ですね。けどやっぱ結果が出せなかったら意味がないんで、で、それでですね、いつもこうね、女の先生が来てくれちゃう。あの先生が本当に資料作り一生懸命やってくれてて、で、まず今日は、基礎コースの方で配ったやつから先に配ります。もう最後ら辺はですね、受験だけの人も基礎コースの資料配るし、基礎だけの人も受験コースの資料配りますんで、お互いに相互で。しかも何も受けてない人まであげるっていう、このね、太っ腹がね。とにかく点取ってほしいです。はい。それでですね、基礎コースじゃないです。理科の資料ですけど、もらってない人は手を挙げてください。もらってない人。この列で、この列でもらってます。それ基礎コース以外の人も欲しい。1、2、3、4。なんか意味が分かっちゃうんだ。手を挙げない会社は挙げてないから。もう一回言います。基礎コースをじゃあ受けてない人。基礎コース受けてない人。そう、それとは手上がるよ。はい、あ、じゃあ大丈夫です。1、2、3。いいですね。はい。はい、はい。でも基礎コース休んじゃった人もらってない人おるじゃないかな。じゃあもう一回、はい、こっち、基礎コース。これ、うん、今日、あ、そう、受けてない人。現場、すごいね、この。はい。もう本当にこの資料を大事にしてくださいね。めっちゃいい資料だから。1、2、3。3やと思う。3が回してるっけ。1、2、3、4、5、5枚回したね。5枚回したね。で、ここは3枚です。1、2、3。はい。そして、ちょっと理科からいきますかね。理科ちょっと爆弾発言ありますからね。3、4、5、6、7、8、9。はい。で、今のが答えです。で、それの問題を配ります。次の問題とか。で、今日からもらった資料は、一週間大事にとにかく使ってください。絶対なくした人は知らんすよ。1、2、3、4、5。はい。1、2、3。はい。最後ですね。時間の最後。字の小ささがすごいです。ごめんね。本当に。俺の年齢でこの字が見えるってのは奇跡なんだ。老眼鏡も欠けんけど。3、4、5、6、7、8、9。はい。いいですか？じゃあですね、赤ペンとかマーカーとか用意してもらって、答えをちょっと答えの方先に出してください。答えの方。特に受けてない人、ね、基礎講習やら受けてない人、講座一切受けてない人、よーく聞いてくださいよ。いいですか？上に番号があります。1番、2番とか番号があるんですよ。ですね。ね。で、今から2番の説明をちょっとしますんで、
あの、詳しい説明は YouTube に上げる予定なんで、どういったことを説明するか。ない人いませんか。とても大事な資料なんで見てください。見えましたか。あとさっき授業どうやろ。一部だね。止めてないよね。後ろ回してる。大丈夫ですか。さっきと同じなのでさっき回った人いらんですか。大丈夫ですか。で、ですね。はい、ここから集中してください。2番地会社のがありますね。上に2番地の。2番地のを開けてください。上に20地会社。10の後ろです。いいですか？これは、誰もこういう話をしませんので、本当に、マジ。まず、2012年を見てください。2012年っていうのは一番左端です。12、13、17って並んでるんですよ。ですか？まず問題を見てくださいね。2番の1番の答え、陽質でしょ？2014年見てください。2014年の2番の問1の1番の答え、陽質なんですね。ですか？同じ位置わかりますか？確認できますか？陽質、陽質。で、次は、質量の、あの、パーセント濃度の計算なんですね。で、確かに数字は違いますよ。20% と 17%。数字まで同じだったらあんましでしょ。詐欺でしょ。けど、いいですか？ 2012 年の一番の答えが陽質。2010年の一番の答えも陽質。ですか？これ、服とかよくやるんですよ、こういうこと。ね。で、2番は計算問題なんですけど、これは当然数字が違います。125分の25かけ100とかね。でも、湿度の、あ、失礼しました。質量パーセント濃度の問題なんですよ。こっち側は、120分の20かけ100とかね。全部足して溶けてるやつだけでかけ100。全部足して溶けてるやつだけかけ100。考え方は一緒です。答えは違うだけです。はい、その次行きましょう。その次行きます。カッコ3見てください。なんかね、水溶液の時分子ってどうなってるんですかっていう質問なんですね。水溶液中の分子ってどうなってますか。はい、散らばって動き回ってるんですよっていうのが2012年の答え。ね、そこマーカーで見てください、見てない人。2番の問1の3番の答え、散らばったままずっと動き回っていたっていうのが答えなんですよ。ですか？ね。もう全く理科苦手な人ね、もう理科が悪いっちゅう人ね、例えばね。これで救われます。はい。いいですか？で、3番見てください。2番の問1の3番。ずっと動き回っているが答えなんですよね、これ。ですね。どんだけでしょ？いいっすか？これで同じ位置気づかなかったら蹴飛ばしますよ、ほんま。いいっす？いや、じゃあ次違いますよ。質量保存の法則やけど次違うでしょうか。裏切りません、服とは。はい。一番右下見てください。質量保存の法則です。わかってますか？ 12 年はここが質量保存の法則でしたが、14年はここが質量保存の法則。一緒です。答え14年見てください。右下、一番右下に質量保存の法則あるでしょ？いいですか？ OK ですか？ね。はい。そしてですね。そして、あとは、質量保存の法則の時に、なんかな、反応させる、混ぜる前が X なんですよ。混ぜた後が Y なんですね。混ぜる前が X、混ぜた後が Y なんですよ。こっち気体が発生する。気体が発生するけど、
この容器のイラスト見てください。2012年と2014年見てください。イラスト同じなんですけど、これ2つあるんです。こっち1個しかない。そんくらい同じ、ね、ほとんど同じでしょ？わかります？そこの容器のイラスト見てください。イラストまで一緒なんですよ。ただこっちが2個でこっちが1個。中ぐらい、とにかくほとんど同じ問題を出すわけです。ただし、去年と同じだったらすぐ気づかれるというか、いろいろクレームつくんで、1年飛びなんです、大体。ですね。だから、今年は、これが2012くらい?2012。で、こっちが2014な。だから今年は2013やろっていう話をずーっとしてたんです。ね、これが2015とリンクするでしょうと。ですね、ここがリンクしてるぐらいですからって話です。で、質量保存の法則ですけど、こっち側はね、ね、気体が発生するときは、こっち、前、化合させる前、反応させる前が大きいわけです。これは、反応させない、気体が発生しないから等しいって。これぐらいがいいっしょ、結構。気体が発生するかしないかですよ。でも、中身は一緒なんです、問題は。ですね。で、唯一ちょっと変えたのが何かと言いますと、酸化銀だったんです、2012年。酸化銀だったんですけど、2014年は、酸化銅と炭素の還元になってます。それぐらいの違いはちょっとあります。当たり前ですけど。まるっと同じで入れ替えただけだと怪しいんでね。ですか？ただ、問題の傾向としてはですね、とにかく、2013と15がおそらく被ってくる予定なんで、2013年を徹底的にやった方がいいよというわけです。はい。ということですね。だから、この授業でも受けてない人にもちゃんとあげるんで、この前2013年やったと思うんですよ、授業中に。はい。ただ、13中の頭に常に置いといてください。ですね。まずはね、その学校の試験できちんと結果を出して、それからということになります。で、あとはですね、大体3年分をちゃんとやっといたら、実力もつきますんで。ですから、点取るだけじゃなくて、実力ももちろんつけてほしいんで、これからまだ遡ってるうち10年分ぐらいありますから。はい。もう10年前ぐらいからきれいに資料を揃えて、こんなのずっと作ってるんで、ですね。ただ、もうちょっと前を勉強したいということがあれば、こっちも出したりしますので、いいですか？ただ、9月2日で取らせるって言ったら、もう13年ある程度限定してやると、効率よく、みんな忙しいですから、ね、効率よく勉強できますよ、ということになります。ですか？はい。で、13年の内容はそこにありますので、酸化銅とかね、4対1とかいうのがありますので、で、13年の一番下を見てください。13年の一番下。いいですか？さっき、基礎のクラスで言ったんですけど、酸化銅の、ですね、化学反応式、ね、それから4対1の話をちょっとしたいと思いますので、化学反応の式をちょっと書いてもらっていいですか？書いてないと。で、さっきの基礎コースで受けた人は、ちょっと自分でノートにね、もう一回こう覚えといてください。どうも化学反応式弱かったな、さっき授業しようと思いましたんで。はい、どうぞ。酸化銅の、さっきの基礎コース受けた人はノートを出して自分でテストしてみてください。で、これに、ここに書いていいですか？この下の愛着。銅の酸化、酸化銅ができる時の化学反応式をどうぞ書いてください。ちょうどあったね。です。行きましょう。2CU プラス O2 が 2CO ですね。はい。で、前も言いましたが、銅に酸素を加えて酸素を、これでいいじゃん。銅と酸素で酸素をいいじゃん。いう意見がね、前あったんです。先輩が言ったんですけど。でも、実際、
この教室でみんな酸素を吸って生きてるんですけど、ね、俺この話するときね、人間ってシャバいなっていつも思うよ。大統領であると総理大臣であろうと、金持ちであると貧乏な人であると、酸素がなくなるとすぐ死ぬ。だから平等ですよ、人間、本当に。はい。もう酸素1ミリもなかったらみんなすぐほとんど終わる。ね。つまり、この部屋に酸素はあるんです。それは酸素分子の形で飛び回ってます。だから現実物を燃やすときは酸素分子 O2 じゃないとダメなんで、ここだけ2倍したらバランスが取れないから2倍2倍って泣く方だけなんですね。全部に2かけないかんわけです。いいですか？それだけの話です。はい。銅2個に酸素がくっつく。これ O2 で飛び回ってるんですよ、酸素が。で、こいつが熱とともにこいつがくっついてきて2CO。行きましょう。こんなことは起こらないってことです。これがこうくっついてこうなるってことは起こらない。これがないんですか？ O は必ず O2 の状態でしか存在してないんです。存在しないものを式に書けないんです。ですね。これを通称二原子分子と言いますよね。気体は原子が2個集まって1つの分子を作りますよってことです。はい。ちょっとだけ自慢させて。横浜から来ちゃったやつ、帰ったったやつにね。で、向こうでも、受けるらしいよ。夏の講座残りね。あと、1日8時間ぐらいです。毎日あるらしいんです。で、横浜って物価高いし、いくらぐらいあるかと。10万らしいですよ、夏の講座。びっくりしました、ほんと。何十万違ったんです。はぁーと思って。で、その受けた日数によっての。で、個別みたいな感じらしいんですよ。パーティションこうやってね。はい。でも、嬉しかった話。俺の教え方が分かりやすいと言ってるから、ちょっと要所があるかもしれませんけど。十何人かいるらしいですよ、先生が。20人近くいる。はい。分かりにくい。それだけ取っちゃって分かりにくいと辛かろうと。個別で教えるんですよ。で、個別ではね、本当に先生次第なんです。はい。個別はもう先生当たり外れがあるんで大変なんですよ。はい、あ。高いお金出してよ。で、分かりにくい説明だったら辛いですよ。はい、あ。で、あいつなんかしなくて福岡がいい、福岡がいい。なんか、まず3日間ぐらい食事が食べられんらしいです。こっちが美味しすぎて。向こうがまずくてって言ってました。はい、あ。ね。で、なんかみんな横浜ってね、都会でいいみたいなこと言うけど、ここが一番いいですよ、ってことは。まあ、そういうことで、まあ、俺もそう思うんです。向こうに行ったりした時、高いものが、安いのはもう運賃だけ。あとは全部高い。じゃあ、行きます。ね。とにかく、話戻しまして、まあ、それほど下手じゃないんで、まあ、信用して、ついてきてください。絶対理科上げてあげるんで。ね。で、いいですか？酸化銅。あとは4対1なんですけど、一番下見てねって言ったのは、ちょっとこの問題見ます。ちょっと字が小さいけどいきますよ。銅がね、なんだこれ。銅、うわ、読めんし。何らも用いて、2.40g の銅粉、図の装置かな？図の装置を用いて、2.40g の銅粉を加熱したが、加熱が不十分だったので、加熱後の、質量ですね、物質の質量は 2.60g だった。ね、書いてあります。で、この時、まだ酸素と化合してない銅粉の質量は何 g でしょう。で、こんなイメージだって話をしました。こうですね。銅が 2.4 ありますよ。ね。で、これに加熱して酸素がくっついたんです。全体で 2.6 になったんですよ。そうですか？その時、今書いてあるように、これ銅全部じゃなくて銅の一部分が酸素とくっついたんですよって言ってるんですね。じゃあ、化合してない、酸素とくっついてない銅は何グラムですかってこういう問題なんです。ですか？はい、解き方わかる人。解き方わかる人。ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここで受験生の常識。銅と酸素と酸化銅は4対1対5ですよ。これが受験生の常識です。銅と酸素と酸化銅は4対1対5ですよということです。
です。ですね。で、今回は、銅と酸素なので、こいつを使うわけ。もし酸化銅が出てきたら、こいつを使うわけ。で、ここ何グラムかっていうと、0.2 ですよっていうことがわかります。なぜ ?2.6 から2.4引いたらいいですね、これ。2.6 から2.4を引いたらいいです。そしたら、化合した酸素がわかる。で、化合した酸素がわかったら、それと反応した銅がわかります。はい、銅の、反応した銅のグラム数を出してください。反応した銅のグラム数を出してください。多分4対1出ると思うんですよ。これ13年ですよ、13年。ですね、危ないですよ。最も危ないデカ。ね。まあ、ちょっと危ないよ、これ。いきますよ。丁寧にいくと、4対1は X 対 0.2 ですよね。酸素の方が 0.2 ですか。でも、4対1やき、これが 0.2 ちゃう方は、こっち4倍すればいいってこともわかりますけどね。はい。かけて、X は 0.8 ですよってことです。つまり、ここが 0.8 です。ここが 0.8。ここですね。じゃあ、反応しなかったのは、全体は 2.4 ですよ。ここまで来て、こいつ使ったらダメですよ。2.4 使わないかもしれない。はい。2.4 から 0.8 を引いてくださいということになります。で、答えは 1.60g。ね、これが反応しないで残った銅。実はね、もう一個問題の出し方あるんですよ。じゃあ、あと何グラム酸素が化合しますかっていうのをちょっと赤ペンで書いてます。あと何グラム酸素を化合しますか。あと何グラム酸素を化合しますかっていうふうに問題を変えて、付け足してください。いろんな問題の作り方があるんですよ。ね。あと何グラムの酸素を加工しますかって言われたらですね。一つの方法は今 1.6 を出した人はよ。また4対1使ってる。4対1は、で、銅が 1.6 なんで、1.6 対X。ね。ですか ?4 対1は 1.6 対 X。で、X は 0.40 ですよ、と。もう一つの方法があります。あと何グラム酸素がくっつきますかって言われたやつね。まず、今あるやつに全部酸素がくっついたらいくらくっつくかなって考えるんですよ。ちょっともう消しますけどいいですか?いいですか?二つ方法があるんです。あと何グラムかって言われたら、まず全部反応したとして、2.40、ごめんね、4対1からいこう。で、銅が 2.40 なんですね。じゃあ、それにくっつく酸素はっていうことで計算すると、4X が 2.40 やき、X は 0.60 の酸素と化合する。全部反応したとしたら、酸素を 0.60 くっついてくる。でも今 0.2 しかくっついてないです。2.4 が 2.6 になったんやから、0.2 しかくっついてない。じゃあ、あと何グラムの酸素がくっつきますか?全部反応したとして 0.60 くっついてくるんやけど、今 0.20 しかくっついてきてないので、0.4 あとくっつきますよっていう出し方もある。まあ。とにかく4対1を使えば問題が解けます。ですか?今度の9月ですからね、ぶっちぎってくださいね。もう勉強してないやつも置き去りにしてください、点数が。ですか?もう本気でこの1週間勉強してください。もう提出物やよか。もう気にせんでいい。はい。もう本当。もう点数で見返そう。点数で。ですね。いくですか?だって提出物とか追いかけて点上がらんもん。してなかったらあんたが悪いって。それはもう怒られんしやねん。サボってしたらもうそれはなんか罰をやっぱ下されないかん。
いつまで経ったっちゃ先着。はい。いや、俺、宿題さ、お金出したらいいと思っちゃうけど。全部提出したら1万とかね。するよ、多分。絶対すると思う。提出率めっちゃ上がると思う。ね。はい。もうゼロの人ゼロよ。ちゅうかね、全くできてない人って逆に1万もってすいません、これで入れしてください。これ世の中の仕組みですよ。そうでしょ？ね、お客さんと約束しましたよ。できてなかったら大詫びですよ、これ。すいません、これで何とか入れしてください。だから、俺がもし教育委員長やったら、社会の仕組みを教える権利って、ね、ご褒美制度と罰金制度の導入ですね。はい。すごいです。だなんかもう1ヶ月、俺今月10万やったってこと。みんな必死だし、やった俺も10万もらうぞ。はい。悲しいでしょ、人間って。ね、お金で動きますから、ほんと。はい。だけど、1ミリもわからんちゃうとね、ここに本当に100万の札束置いとってさ、ここ全部理解できたら、即やるぞってさ、目の色ちゃいますよ。もう一言も知らないし。すいません。ざまみろ。そんなもんよ。はい。ね。だって、ね、千客がガンってやったじゃない。大したことない。それですげえな。はい。ということです。じゃあ、いいですか。1.60g と、それから4対1の話分かりましたか？で、基礎コースの皆さん、今までちょっとね、すいません。したところを復習で付き合わせてしまいましたけど、基礎コースでね、みんなに話をしたのはですね、表がですね、生物になってるんですよ。表が生物です。で、これも多分2013年危ないと思ってます。はい。と思ってます。いいですか？例えばですね、これちょっと見てもらうとわかるんですけど、ちょっと生物の方行きますね。簡単なチェックしましょう。1番です。1番開けたやつ、1番。です。これって何の実験だと思いますか？ですね。ベネジクト液とか BTB 液とか要素液とかね。すいません、要素液って書いてあるんですけど。フェノルフタン液。要素液に丸がついちゃうってことは、そこちょっと写りが悪いんで、ちょっとマーカーで塗って、統一の1の要素液。これ何の問題ですか、皆さん。光合成でしょ？ね。だ当然、この、青紫色なったところに何ができたんですか？デンプンですよね。デンプンでしょ？ただ見てください。期待裏切ってない。2014年デンプンです。つまり、同じ問題なんです、これ。ちょっと表向きは変えてるけど、要素液とデンプンとかしちゃうけど、光合成の問題が12年と14年出てるわけです。ね。はい。次、せこい場合、次。2番見て、葉緑体が答えないよ。ね。はい。右の2010年の問1のカッコ3を見てください。これは記号で隠してますね。葉緑体ですね。葉緑体です。はい。次、エタノールなんですけど、エタノールは何に使うかというと、まあ、脱色作用。まあ、これは2012年にはなかったと思いますけどね。はい。ということでした。そして植物の分類なんですよ、その下。わかります？種子で仲間を増やす種子植物よね。いいえって言ったら胞子で仲間を増やすよね。胞子。いいですか？はい、というわけです。ですね。ちょっとは違うんですよ、もちろん。まるっと同じじゃない。けど、光合成と植物の分類と消化と吸収。このイラストは一緒なんですよ、人間のイラスト。人間のイラスト。ね。つまり、科学分野だけじゃなくて、生物分野も一年飛びで同じものが出たっていう証拠なんですね。この人間の、ね。模型が一緒でしょ？ですか？出し方をちょっと変えてるということです。ということはですね。では、今年は何が狙われるかというと、2013年をちょっと見てください。はい。根毛ですよね。真ん中根毛なんですけど、根毛というのは、表面積を増やして、表面積を大きくして、吸収の効率を上げていますという、はい、そこ、四角の枠の中の文章をマーカーで塗ってください。
括弧に表面積入るんですよね。表面積を大きくすることで吸収の効率を上げていますというね。はい、効率よく水分の吸収ができるようにしているということになります。はい、もちろん水を運ぶのは導管ですよとかさ、それから、気孔から水分を水蒸気の形で出すことを何というか、蒸散ですね。蒸散です。はい、それから、体の仕組みで、これ反射なんですけど、のところ、筋肉の動きとかなんですよね。で、手を曲げ、これから手を曲げる話なんです。今これ手伸ばしてるんですけど、今から手を曲げるって書いてあるんですよ。括弧1を見ると、右の図の状態から腕を曲げると書いてあるところをマーカーで打ってください。腕を曲げる。ですね。はい。ちょっと全然筋トレしてないって、ちょっと見せたくないですけど、久しぶりに上腕二頭筋見せましょうか、ね。腕を曲げる印象。はい。いきますよ。はい。いた。上に上がらん。いきます。皆さん覚えといてください。はい。こう、丸くなるでしょ？ね？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それだけ。もう一回いきます。ここが伸びちょったら、伸びちょったらまったりなんですよ。縮んだけは丸くなるんですよ。はい。ね、女の子を筋トレした人は見たことある。めっちゃ体絞っちゃったみたいに。あそこまで丸くならんじゃね？女の子の筋肉ね。絞られますよ、ものすごい。はい。ということで、曲げたら、P のとこ上腕二頭筋って言いますけど、縮みます。まぁ、ちょっと印象に残ってくれたらありがたいですけどね。縮みます。で、下は当然伸びますよってことですね。Q は緩みますよってことです。はい。それから、バッタや管理なんですけど、外骨格と言いますね。それから、足に節があるものを節足動物と言いますが、クモとか蝶ですね。クモと蝶は種類が違うんですね。蝶は昆虫類。で、クモはクモ類みたいなのがありますので、はい。同じ節足動物の中でもですね。そして循環なんですよ。血液の循環なんです。ですか？動脈血が流れている静脈というところをマーカーで塗ってください。問3の2です。動脈血が流れている静脈。もうここまで大胆に予想してもちょっとね、外れたらどうしようかっていう。服とか悪いとかこんなことするけどね。何出すか分からんかと俺もね、別に山川先生ですけど。こんなバカチンなことしてからさ。ね、服とっちゅう会社はこんなもんっすよ、ほんと。はい。でですね、ですね。肺循環なんですけど、肺循環ですね。ちょっといろいろ予想させてくださいね。今、肺循環でこうなってるんですよ。で、去年中か、13年 ?2013 年はこいつが出たんですね。はい、これ、ここに赤ペンで書いてください。肺静脈。肺静脈。本当にね、課題テストを一生懸命勉強することは基礎力にちょうどいいんで、基礎コースで使わせてもらってる。健康士と全然違うな。全く記述式がないんでですね。理由わかりますか？全部の中学生受けないんですか、福岡県。採点が大変。それだけ。何万人も採点してたらもう、記述式とか未練期、服としません。はい。お金を削減するため。はい。ね。だから作文もなければなんもないです。いいですか？それで、ですね。外に二酸化炭素を捨てて、で、酸素を吸うんですよ。ね。だから、ここで半分に分かれるんですよ。ここで半分に分かれてですね。こっち側は二酸化炭素がめっちゃ多いんですよ。こっち。だって二酸化炭素を捨てに行くんですよって話が。汚れた血をここに一旦集めて、で、ここから送り出すんですよね。当然、ここは二酸化炭素が多いんですよ。二酸化炭素が多い。これ今年危ないですよ。13年、まるっと同じじゃないじゃないですか。ちょっと変えてきたじゃないですか。だから13年で、肺静脈、
実は静脈という血管の名前がついてても動脈血が流れている、ね、動脈血が流れている、つまり酸素が多い。血管の名前と流れている血液が真逆、正反対のところって全身でたったこことこ2箇所しかない。で、13年でこっちが出たとしたら、こっちを出すか、体循環に持ってくるかどっちかでしょう。はい。いずれにしても血液の循環は勉強しようとある。だから、本当に余力がない人っていうのは、とりあえずここを勉強していいんだけど、ちょっとパワーがある人とは、これですね。これ。これちょっと出してもらっていいですか？はい。体循環と体循環ですね。循環絵がなかったような気がするなぁ。ないなぁ、絵がないなぁ、絵がないと悔しいなぁ。消化と吸収はあるんやけどね。悔しいなぁ。もうちょっと絵が欲しいとこやったね。113ページでした。113ページ。血管の名前なんですけどね。ここに動脈血と静脈血が載ってますので、まあ、それをちょっと確認しましょうかね。113ページ。113ページですね。肺循環と体循環って言ってますね。で、その下に動脈血っていうのは酸素を受け取った血液、鮮やかな赤色。静脈血ですね、酸素を渡した血液、まあ二酸化炭素が多いんですね。で、動脈血、肺静脈を流れるっていうところをマーカーで塗ってください。動脈血は肺静脈を流れてます。ですね。はい、それから静脈血は肺動脈を流れるということですね。そこだけが血管の名前と中の血液が逆ですよということでした。残念やな。これちょっとイラストのしてほしかったな。この会社に早速連絡をして、要望を言っちゃうかないです。たまに採用されますからね。たまに。はい。という、しょうがなかったらこの中に、絵描いたやつを切って、こぶしを切って中に挟んじゃうかです。貼ったりしちゃうかです。ですね。そこの血液の循環。じゃあ、予想させていただきます。大胆に。いいですか？C で肺静脈が出たんです。じゃあ、今度は、ここですね。この問題の方に戻りますけど、A で肺動脈が出るんじゃないでしょうか。肺動脈。で、この肺動脈は、もちろん静脈血が流れてますよ。流れてる血は汚れてますよ。二酸化炭素が多いですよ。ね。ですか。で、ここまで準備しようってある程度当たってですよ。当たったのにもかかわらず落としたりしたらちょっと俺の責任じゃないね。そこはもう自分で責任取ってください。です。で、肺循環以外は体循環ですよって話だったんで、逆のバージョンとしては体循環でさっき言った大動脈とかを聞いてきて、で、じゃあこの体循環以外何ですかって言われて肺循環を出すとかね。そう。だから、副都であんたたちがバイトでさ、試験問題作れって言われたら、これと同じ問題できんきっちゅって、でも血液の循環から出そうとしたら、そういう風に変えてくるんじゃないっていう、そこまで読む人。そしたら面白いです。だから、うちの生徒だけは、楽しみで受けてください。今年何が出るやろか。循環なはずやけど、どういう循環の出し方するかなって思う。ね。はい。そしたら、
そこまで読んじゃって当たっちゃったらさ、もうすげえと思う。あ、今ちょうどいいことしてくれよった。あのですね、それありな。なんといってもこの会社が出すわけでしょ。だけんですね、今ちょうど見ようとしてくれてたんですよ。この理科ですね、この理科で血液の循環のところを見るんですよ。それが一番いいです、本当に。ああ、これも血液の循環で、ないね。あ、ここにちらっとあった。今持ってきてないよね、もう。持ってきてない人多いよね。ですね、ちょっと持ってる人、ページを教えたら、この循環の絵が載っちゃうページ。はい。動物の生活を知るっていうところに、血液の循環のこの絵が載っちゃうはずなの。大きな毒の何ページですか ?12? そうなんです。それも言おうと思ったんです。この会社が作る問題なんで、結構ここから出すんですよ、時々。なので、これに関しては皆さん、6番、大きい6番で、このタイトルが6っていうやつの12ページ書いておいてください。こうですね。こうですね。12ページ。ああ、そしたらこれ体循環の問題なんで、これからこれ出しとみたいな感じですよ。イラストもほとんど同じなんで。あ、イラスト同じやし、血管の AB も一緒やん。一緒やろ?俺も手元に図があるばって。はい、12ページのこの図をこのまま試験に出したみたいな感じです、問題が。で、こっちはね、テキストは AB しか同じようなことするんですよ。しかも AB だ。ね。これに CD を付け足したみたいなもんですから。なるほどね、やってくれるね。どんだけって感じですね。だけんですね。今年出そうなところの単元はわかるわけですよ。光合成を、その代わり光合成の常識としては知っててくださいよ。でも今年より出そうなところっていうのは、例えばこの動物の、こういう種類ですね。これ植物の分類なんで、これ動物の分類なんで、で、これ消化と吸収なの。こう血液の循環なの。というふうにして、交代交代で単元を出してるはずなんで。いいですか?わかります?ということです。だからこの植物の作りと植物の、動物のなんかね、仕組み、ね、体の仕組みとかね、で、血液の循環、消化と吸収は多分出にくいでしょう。いうふうに考えてます。ですか?もう試験が直前やったら大胆に予想しますからね。ですね。で、それで、不安だったら、ちょっと自分でもうちょっと幅を広げて勉強しておけば安心なんです。もう、とにかく苦手な人とか、時間があんまりないなっていう人は、もう、あっちゃこっちゃするよりは的絞って、そこを徹底的にまずはやっといてください。ただね、もう思いもよらぬ点数になります、本当に。はい。ですか。で、ですね。あさってもありますんで、あさってが、物理の方をちょっとやろうとは思ってます。あさって、なんかね、基礎の方で物理、そうか、夜の授業がないって。そうか。あ、でも31日はします。31日はしますんで、ですね、研磨士が終わった後、そのまま夜の授業をしようと思ってますんで。はい。で、1日は、まあみんな忙しいでしょうから、2日が試験日でしょ?そういうことなんですね。どうしましょうか?英語もしたいんで、ちょっとね、理科と英語がちょっと一番心配で。理科は理科で苦手ですんで、英語も苦手ですんで、英語の資料を作りました。で、作りました。作ってもらいました。正しく言えば。
じゃあ、基礎でですね、物理を先にやりますので、YouTube とか上がったら見てください。先に英語の方を上げます。それから、検問士は全員受けてくださいとお願いしておき、検問士の方の資料も今度は基礎講師の人たちにも上げますので、いいですかね。じゃあですね、さっき英語作ったっていうのをちょっと見て。あった。これがまた優れもんなんですよ、これ。本当に。ちょっとすごいですよ。だけどね、課題テストに関してはうちの塾は絶対負けたくないですね。本当。すげえ。すいません、もらっちゃう人はちょっとバックしてください。ちょっと足りないなと思って、ごめんなさい。だけん基礎コースの人でこれもらってる人は前に戻してください。はい、戻ります。基礎コースの人でもらってる人は戻してください。すいませんでした、ごめんなさい。同じものです。だからさっきと同じようでもらってるんですかね。あ、はい、はい、すみません。じゃあ、さっきと同じ枚数配ればいいんだね。さっきね。これさっき基礎のクラスでは配ったのでいいですかね。で、でどういう問題かというとですね、こういう問題です。これ一番でどんな問題が出ましたかっていうのをギュッとまとめてあります。横に一番って書いちゃうのをちょっと見つけてもらっていいですか。ページだけ。じゃあ行きます。ですね、この一番上に四角1値書いて2012年値書いちゃうんですよ。で、この、こっから、番号で言うとこの1番から15番までですかが一番で出た問題をバーッとまとめてくれてます。いいですね。で、例えばですね、普通の発音の問題が2010年出ました。Japan とかね。丸で囲んであるところを強く読むんですね。100。100っていうのは100という意味ですよ。Japan, 100. Member ですね。あが強いです。Member。Internet。これよく出ますんで、インターネットマーカーで見てください。インターネットは一番頭に強いアクセントがあります。インターネット。からフェイバリットですね。フェイバリットっていうのは大好きなっていう意味です。意味を変えてください。フェイバリット。とにかく英語苦手な人、この2枚のプリントを仕上げておきましょう。この2枚ぐらいなんとかしてください。
めちゃくちゃ勉強、1週間でこの2枚のプリント勉強してください。いきます。ジャパン、後ろ、ハンドレット、頭、メンバー、頭ですね。インターネット、一番前にアクセントがあります。フェイバリット、フェイバリットは大好きなという意味ですね。とにかく英語苦手な人は単語力が悲惨ですから、読めんし書けんというのが多いですからね。ですか。で、それをせめてこの2枚の単語、出てきた単語はしっかり勉強してください。difficult。これも頭にアクセントがあります。例えば次の愛が強かったらちょっと読みますよ、おかしい。difficult。東北の人が黙ってる。difficult。ですね。後ろなんかもっと変です。difficult。difficult。なんかおかしいでしょ ?difficult。difficult。difficult。全然違うでしょ、ね、で、頭が強い。difficult ですね。難しいという単語です。はい。結構難しいという意味の割には、difficult と割と人気があって、覚えてる人多いんですよ。difficult。反対は easy ですよね。easy も日本語だったんですね。例えば野球で簡単に取れそうなフライ、easy フライとか言ったりします。ね。easy。はい。それから曜日。水曜日が出ました。いうことは、例えば、次は木曜か金曜かなとかいうふうに考えたりしますね。曜日が出るぞとか、それから数字11ですね。これが出たという。括弧の中がその年で出た問題になります。さて、そこまでの復習を今度は13年見てください。13年。じゃあ13年は発音アクセントで何が違うかと言いますと、聞かれ方に対してどこを強く言うかですね。例えば、Where does your sister live? あなたのお姉さんどこに住んでるの？場所を聞きたいわけですね。She lives in Osaka. はい、Where と大阪だけマーカーで見てください。どこって聞かれたから大阪と強く答えるんですね。もうこれ会話だったら、Where does your sister live? って聞かれたら大阪だけしか言わない人が多いですよ。ですね。はい、次です。Did you go to Saga by train yesterday? 昨日佐賀に電車で行ったの？はい。まず by train と no をマーカーにしてください。電車でと相手は聞いたんですよ。だから no と答えました。いや、電車じゃないよ。何なんだよと強く言うはずですよね。だから by car が強いですよ。いや、電車じゃないよ。車で行ったよということになります。ですね。だからよく慎重に考えると場所を聞かれたら場所が強いし、電車じゃなかったら、車とか言って行ったやつを強く呼んで相手に分かってもらえるするでしょう。はい、18番は複数の S の付け方です。Look, books, box, boxes ですね。複数の S の付け方です。はい、そして今度、反対語ですね、反対語。old と new。古いと新しい。じゃあ、large と small ですね。これも吹くと得意ですよね。A と B の関係、同じになるように C と D を括弧を埋めなさい。反対言葉ですね、これ。old と new。古いと新しい。じゃあ、large と small。大きいと小さい。ということになります。はい、例えば4番目は4月ですよ。じゃあ10番目って何月ですか？もちろん10月なんですけど、今度は月が欠けるかどうかということですよね。ですか？というふうに、2012年は曜日を聞いてきましたけど、2013年はそれが月になりましたということですね。だから俺たちがこういう問題を見てて、やっぱり点を取らせたいなと思ったら、例えば、曜日と月とかいうのは全部覚えてくださいというふうに言うしかないんですよ。ですか？だからみんなも、オクトーバーばっか勉強して出らんかったじゃなくて、そんくらい読むんですよ。あ、これ月が出そうなんやね。何番目が出るかわからんし、1月から12月まで全部練習しようかというふうになっていってほしいわけです。はい、じゃあ2014年はどうだったか。はい、また発音アクセントに戻ったの。普通のね。またフェイバリット出ちゃうんですよ。フェイバリット。あが強い。次、エキサイティング。やっぱり真ん中強いでしょ。エキサイティング。ユースフォー。役に立つってんですね。エキサイティングはワクワクするという意味でした。いいですか？
はい、それから、だからこれで言うと、今年の発音の強いやつっていうのは、文章で来そうな気がしません？ね。普通通り発音がこう、12年と10年出たんやったら、13年は、例えば、where とか聞いて、で、場所を強く答えるとかですね。ですか ?by train とか、聞いて、で、no って言って、by bus とか言って、はい、そういうふうに、by car とかね、そこらが強いとかね。はい、それから今度は、過去形の ED の発音です。stayed, talked, looked. 違うのは、stayed の方が do と発音します。do。あとは to です。これちょっと理由が書いてないけん、stayed の上に do と書いてます。do。で、他のやつは to と発音します。do。ですね。talked, looked ですね。それから thank, these, fifth。もう these も今年の夏はめちゃくちゃ意識してやったんですけど、当てませんか？安心してね。もう these の単語の意味とかわかる人。these の単語の意味。成長した？成長した？はい。もうこれも毎回なんか出てきたら今までスルーしよったんですけど、今年はもうめちゃくちゃ意識してるんですよ。じゃあ、変えますよ。this わかる人、this。this 知ってる人、this。これ全部わからなかったらいかんか。this 中ね。で、this これはでしょ？で、これ、これらは、ジーズ、これらは、ということになりますね。半数と複数の関係でした。いいですか？あ、だから2語です、これ。ジーズ、フィフス、5番目。このフィフスも大事なんで、マーカーで塗ってください。フィフス、5番目。めっちゃ大事っすよ。何が大事かっていうとですね、5の、ゴッチの5やない。で、5番目はフィフスで F に変わるけん。形が変わるときは、試験大事ですよってことになりますね。ですか？はい。ボックスがまた出ました。ボックスです。これはちょっと去年のやつやったとき意外な感じがしますよね。はい。スティングの過去形は、サン。これも、ちょっとノート出してもらっていいですか？スティングの過去形、スティング。歌うの過去形は、サン。はい、知らんかったらもうその場で練習。一旦その場で練習。ただね、至らんこと言うやつがいるわけよ。いや、練習したってすぐ忘れるって言っったら、じゃあ、お言葉をお返ししますよです。では、何にも練習しないで覚えることはできますかって絶対できますよ。当たり前やけど。可能性としてはやっぱ練習した方が、覚える可能性って高くなるよね。当然。ですか？さあ、黙っちゃってできるようになるんやったら誰もしませんよな、もう。ねえ。OK ですか。sing, sang, sang って話ですよ。sang。例えの間ですね。歌った。ですね。OK ですか。もうちょっとぶっちぎりましょうね。友達がびっくりするような点数取りましょうね。どうしたんって。どうしたんって驚いたときに、つぶやく。ほっとってつぶやくんです。ですね。はい。よろしくお願いします。お友達紹介キャンペーンとかね。後輩は2倍出しますからね。よろしくね。2000人の学生、2000 students ですね。さ、その次戻ります。2012年に戻ってください。はい。いいですか？熊本にいますというところを見てください。います。熊本にいます。はい、います。ね、あーのところをマーカーで見ましょう。かっこいい言い方ですよって言いましたけど、存在を表す B 動詞。います。ですね。We are in 熊本。いいですか？はい。2014年出てくれちょっと嬉しいかな、ないかな、ないな。まあ、しょうがないね、これは。はい。じゃあ、その次行きましょう。ケンタは2匹の犬を飼っています。はい。英語で飼っていますっていうのは持っているというふうに言いましょうというわけで。
Kenta has two dogs. ですね。Kenta has two dogs. 飼っています。次、ピアノ練習しませんでした。練習するは practice。はい、practice 練習しましょうか、ノート。practice。今6番ですよ、6番。2010年6番。プラクティス練習してください。ね。で、練習しませんでしたやったら、当然前に didn't をつけたりですよ。didn't practice。didn't practice。ね。まあ、この2個ぐらいは、とにかく気合い入れて勉強しましょう。I didn't practice the piano last Sunday. あ、サタデーですね。先週の土曜日、ピアノ練習をしませんでした。はい、その次です。Which、どちらという意味ですね。Which is more interesting to you? あなたにとって be interested in ですね。で、more が比較級になってますんで、より面白いですか？英語と数学ではって形になりますね。うちは数学の方が多いっちゃうんですかね、今の段階では。そうなると。数学上がってきてるの。次、英語上げないかですね。はい、じゃあ行きますよ。いいですか？9番。I have just finished lunch. 現在完了の完了です。現在完了の完了。ちょうど今お昼ご飯を食べ終わったところですよ。お昼ご飯が終わったところですよ。ね。はい、次10番。比較級。この鉛筆はあの鉛筆よりも長い。This pencil is longer. はい、ER マーカーで塗ってください。longer than ですよね。で、ここで、7番ですけど、実は、more than だ、本当はね。本当は、例えば、数学は英語より面白いですね。はい、more も比較級です。er つける比較級と more に変えるね。単語の前に more を入れ、書く比較級と2つありました。はい、11番。この国では英語が使われています。English is used.is used マーカーで塗ってください。受け身形、受動態と見ますね。受動態。受動態は、be 動詞プラス過去分詞。English is used ですね。ですか？はい、ということになります。12番。12月は1年の中で12番目の月です。というわけで、December is the 12th. はい、出ましたね。5が 5th。12が 12th ですね。V を、F に変えます。はい、じゃあこれちょっと練習しましょう。単語練習。というふうにですね、ちょっとノートに練習しながらやっていってほしいなと思います。ですか ?5。これ5ですね。5番目。5th。はい、12番、12ですね、12th。もうわかるね、これ12、これ12番目というですね。V が F に変わってるのを確認してください。で、もう超苦手な人に言いたいのはですね、アドバイスさせてもらいたいのは、たくさんやっても多分頭残らんですね。たった2枚の裏表っていうのも徹底的に完全に仕上げるとそこから英語のうちができますね。英語に対する脳が出てくるんですよ。英語を処理する能力が身につきます。英語のですね。が出てくるんで、まずはね、もう絞って絞ってこれだけっていうやつをして、で、それから受けてください。ただちょっとブレイクしかかるんですね。で、今度、超達人の域になるとしたら、量を増やす。はい。まずは、普通の段階で上の方まで行こうと思ったら、絞って何回も繰り返して定着させてください。ね。で、さすがに達人でプロとかなったら、もうそんな絞ったらどうしようもないんで、どんどん広げていくけど、要するに何が言いたいか、レッスン1、レッスン2ってバーっとやっていきよって、ポイントが絞れてない人っても、習いようけど分かってないんですよ。定着しない。
ですか。じゃあ、その下行きましょう。13番。京子 studied after dinner yesterday. 京子は昨日、夕食後ですね。夕食後、勉強しました。ディナーって本当はですね、一番たくさん食べる食事のことです。だから、例えば、朝めっちゃ食べると朝がディナーです。昼食べると昼がディナー。実は。でも、ほとんどの人が夜、夕方は一番たくさん食べるね。健康的には昼食べたらいいらしいですね、一番。なんか消化しやすいらしいのね。俺なんか昼飯が2時っすからね。夜、明け方。10時ぐらい食べますもんね、お昼ご飯、夜のね。だから最近極力ね、ちょっと休み時間でもね、みんながこう休み時間とか、ちょっと食べてからちょっとずつしてます。はい。じゃあ、その次行きますよ。That is Ken's bike. はい、この14番は二重丸してください。14番二重丸してください。あれは Ken のバイクです。ね。波線部、破線部を尋ねる文にと書いてあります、ね。で、英語苦手な人は問題の意味がわからない。つまり、誰の自転車かわからんけん、それを聞きなさいっていう意味なんですね。河川部を訪ねるってそういう意味ですね。そこが分かってないんですよ。だから当然、ケンズをフーズバイクにして、ザッティーズを入れ替えて、イズザッ疑問文ですね。フーズバイクイズザッ。はい、これちょっとノートに練習してください。行きましょう。フーズバイクイズザッ。頑張って練習してくださいよ。フーズバイクイズザッ。あれは誰の自転車ですか？あれは誰の自転車ですか？というわけで、できるだけ括弧の中だけじゃなくて、ね、文章で覚える。前、復習のね、レポート出しなさいって言ったときに、とにかく、問1、あーとか、問2、1とか言って、番号とか記号だけ変えてきた人いたんだけど、それじゃあ力はつかんでしょうって思ったんです。復習の仕方的に。もうあんたたちぐらいの年齢だったらですね、もう自分で分かると思うんです。これ役に立つ方法だなっていうのは分かると思うんですよね。これ文章をしっかり書いたら役に立ちますね。で、この15番はですね、ちょっと30丸ぐらい、花丸木で、これ福徒が好きなんですよ。福徒によく出る地書いちゃってください。福徒によく出る。この話は何回かしたことがあります。ね。Tom and Will play soccer very well. ですね。はい。well っていう単語は上手にという、これ副詞なんですね。well の横に書くスペースがないかもしれないけど、横にちらっと水槽とかあるんで、これ副詞と赤ペンで書いてたんですね。well って副詞なんです。いいですか？はい。OK です。上手になる。じゃあ、それとほとんど同じ意味にしなさいって言ったら、Tom and Bill are ですね。Very good soccer players. 特にこれ、プレイヤーに複数の S を忘れないようにするのって注意力いりますよ。Tom と Bill だから2人いるんで、当然選手たちなんですよ、実は。ですね。Very good soccer player. これ、中1今晩クリアしましたよ。中1。Tom and Bill are very good soccer player. ですね。Players です。はい。じゃあ、これ何も見ないでちょっと書けるようになったかどうかチャレンジしてもらっていいですか？ Tom と Bill はサッカーが上手にサッカーをしますけど、サッカーが上手ですって書いてください。あ、とてもあったかな、ベリーあったかな、ベリーあったみたいな。とても上手です。トムとビルはサッカーがとても上手です。じゃあ今の2つの文章を思い出しながら書いてください。椅子。だけど自分で勉強するときもですね。とにかくテストをしながらやってください。
じゃあ行きましょう。まず一つ目、そうなんで。プレイサッカー、プレイヤー、プレイサッカー、ベルグラム。ほんで、これも、答え合わせするときは、絶対消しゴム使ったらダメです。絶対消しゴム使ったらダメ。なんかが単語が足りんかったり、で、それを消して書き直したらダメなんで、とにかく、例えば、ベリー忘れちゃったとか、ね、それからウェルがどうしても思い出せんかったとか、なんかあると思うんで、そこだけ後で訂正すれば。はい、じゃあもう一個です。ホームランビュー。R ですね。ベリー。とても good 上手な形容詞、こいつは上手なという形容詞。Very good soccer players。Players。はい、S を忘れないようにということでしたね。これはとてもよく出ます。上手にっていうのを well が good に変わるんですね。上手なに変わります。で、上手な選手なんですね。上手にするわけです。ですね。で、だから、グッドは形容詞になります。名詞を説明するのが形容詞。動詞を説明するのが副詞。どんな風にするのかって言ったら、例えば上手にするとか、早くするとか、そういう風に、プレイを説明してるのが副詞なんですね。で、こういうの語り言葉、就職語とか言ったりしますけど、もともと何か、原始時代の人は、まず物の名前をつけた、物に名前をつけた、そこからスタートでしょ。言葉なんてこんなにたくさんなかったんですよ、最初。当たり前でしょ。うーとかあーとかしてなかったでしょ。へーとか。で、なんか綺麗な花を見てきたやつ相手に伝えたかった。うん、うん、うん。とか言ったら、しっかり言わんやったよ。ね。それで、それを今度、白、花とか言って、白、花、うん、うん、とか。で、今度、どうしてくるわけ。白花見た見たとか言ってからなるわけ。で、だんだん言葉がそうやって増えていくわけ。ね。で、例えば、お前動詞でやってきたって言ったら、走るとか、走ってきたとか言うわけ。で、最初も現在形がないと思うんですよ。で、昨日の話をし出すときにどうしても過去形になってしまう。で、だんだんたくさん言葉が増えていくわけ。だから、みんなが英語勉強するときは現在形から勉強しましたね。今あることしか最初伝えようとせんでしょうかね。で、それがちょっと前のこと過去形になったりとかして、で、例えば花も詳しい説明をしようと思ってたくさんくっついてきたわけです。じゃあ、だから英語で一番大事なのは動詞、名詞と動詞は単語的には大事なんですよ。ですか。はい、じゃあ、あれ？マジっすかね。じゃあちょっと資料だけ配ってきますから、いいですか。教員からもらった資料、とにかくすぐ分かるように出せるように、ちゃんと勉強できるようにしておいてくださいね。で、これ、何すか？これ2枚ぐらいなんとか頑張って。裏表。もうこれいつも枕の通り。枕元に置いて出るようにね。映えてる。大事にして、大事にして。はい。じゃあ、ですね、31日は剣の日になりますので、今度は、こういうことになります。剣の日の受験コースを受けてて、今日欠席した人。ちょっと待ってよ。詰まったかな。受験コース詰まったかな。なんか詰まってないような気がする。今日何詰まった？あ、そうです。やばそうよね。もう一回言います。基礎コースを受けてる人と、受験コース今日休んだ人、要するにもらってない人ですね。あ、じゃあもらってる人は少ないよね。
じゃあ、やっぱもらってない人いる。はい、もらってない人。はい、もらってない人。13、15。はい、ありがとうございます。4枚ありますからね。これ、剣護士の前に勉強するっていう、本当は予定なんですけど。はい、もらってない人。1、2、3、4、5。はい、このやつもらってない人。1、2、3、4、5、6、7、全部。はい、剣道士受ける人はですね、これ勉強しておいていただきたいと思いますね。4枚あります。今問題が言ってます。何やったっけ？もう一回。すみません。1、2、3、4、5。そう。楽しく。はい。1、2、3、4、5。はい。で、ここもどうやってやるかしら。そして、ので、手押しね、手押し一応全員受けてもらうんですけど、特にコンピューターの判定を出す人はとにかく一生懸命勉強してじゃあ皆さん、今日から配った資料をめちゃくちゃ利用して本当に高得点狙いに行きましょう。ね、ここまで来たらちょっといろいろ予想しますからね。もう予想そんなこと。はい。じゃあ頑張ります。終わります。はい。はい。明日。